はい、ということで始まりました車の話出張坂戸店のコーナーじゃないんですけれども、いないですね、ひろきさんが。あのですね、今集合に遅れてるっていうことで、今ね急いで向かってるっていう連絡がさっき入ったんですけど、まあ、ちょっとね収録の時間も今日あまりないので、まあ、今ね先に始めようかって言ってたんですけど、今ね携帯がねブーブー鳴ってるんですよ。多分ねもうね着く頃じゃないかなと思うんですけど。お1台、いや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 、あサプライズしたかった感じ、これもしかして。やっほーい、ちょい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 、やべえ、めっちゃいい、これ買ったの。買いましたよ、ひろきさん。いやサンウォーターズさんで買ってきちゃった買ってきちゃった買ってきちゃった。いやめっちゃいいっすわこれ。208じゃないですかこれ。しかも GT、 やっぱりね WRC で乗りますから、前もってると気持ちを高めていくためにも。いやでもめっちゃいいっすよマジで、かっこよくない。いやしかもステッカー貼っちゃって早く。いやそりゃそうっすよ、もうね3オートさりげなくさりげなくですけどね、はい、かっこいいですね。かっこいいでしょ、はい、またこのシルバーっていうのがいいですよね。車黒にねシルバーっていうのは。ひろきさん、はい、今日の本題は違うんですよ。というわけでね、オープニングからまた仕切り直したいと思います。わかりました。なんかブレスって書いてありますけど、はい、ブレス知らないんですか。初めてですよ、初めて。知らないんですかブレスを、はい、ブレスを知らない。呼吸っていうことぐらいしか知らないです。ひろきさん、はい、怒られますよ。そうですね、はい、でもなんか存在はふわっとは知ってたんですよ。ふわっとは知ってました。ふわっとは知ってて、はい、でなんかいつかそのタイミングが合えば行きたいなと思って、大宮じゃないですか。そうなんです、ここはね大宮でね、そうなんです、はい、埼玉市の見沼区にねあるお店なんですけども、はい、まあ、ここはあの板金工場とか、あと e スポーツスタジオがあるんですよ。 e スポーツスタジオって初めて見るんですけど、はい、板金屋さんにあるんですか。板金屋さんに e スポーツスタジオがある。すごいですねこのコンビネーションが、はい、ここねすごいお店なんですよ。じゃあちょっとそれを、なので今日はひろきさんにぜひ、はい、まあ、見てほしいという、はいはい、あの熱烈なオファーをいただいたので、今日はこのような撮影となりました。ありがとうございます、はい、なんか話によると僕の前に乗ってた GC もオールペンをする準備をしているっていう。いやだから怒られますよって言ったんですよ、噂を聞きつけてきたんですよ、はい、なので早速行きましょうか。行ってみたいと思います。そうひろきさん、はい、面影が面影がすげえ。いやでもねこの GC やっぱ綺麗なんですよね。こうコアサポートとか上がってないですから、ほらもうめっちゃ綺麗ですから。いやフレームがめちゃくちゃ状態がいい。そう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 、フレームバラされるとよくわかるみたいな。そうなんです。あでもすごいちゃんと、でもバラバラになって、はい、いや本当だから細かい傷とかも全部やるんですね。だからあの先ほどねお話を聞いたら、はい、もちろんねもう今下処理途中でっていうところと、はいはいはい、まあ、細かいところは今こう、おーすごいすごい、直したりとかっていうのはしてるっていうふうには、ね、細かいっすね。なんかちゃんと全部かけてサーフェイス削って、すごい板金全然俺詳しくないですけど、なんかこう手間がすげえかかるっていうのはよくわかるんですよね。あれですよねこれね、ホイールとタイヤ新品なのにみたいなの言ってましたね。ホイールとタイヤ実は買って5キロとか10キロぐらいしか走ってないんですけど、まだ全然あれですからね、綺麗ですからね、はい、ね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、こちらの GC8 は、まあ、もちろんねアヘッドのデモカーにもなるということなので、タイムアタックしようですか。タイムアタックしちゃいます聞いてみないとね。ラリーに出るでもいいと思うんですよ。ああ確かに確かに、だってこの車ロールケージ入ってたじゃないですか。もうだからすぐラリーには出れる仕様ではあるんですよね、はい、なのでこちらの車ももちろんデモカーとして、うん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 、っていうところと、今回ですねこちらのオールペンはですね、この後後日どのようにオールペンされるのかを動画に撮って投稿したいと思います。あ、本当ですか。塗ります。俺らがやったらえらいことになります。え、いいんですか逆に。いや僕はやらないです。僕絶対やらないです。あの多分ね板金職人さんに針線でバーンって叩かれちゃう。確かに何やってんだみたいな。なかなかオールペンをこう動画で見るってことないですからね。だから今はまあもちろん下処理の段階なので、はいはいはい、まあ、これからね塗っていく作業に入るわけなんですけど、はい、まあ、だから見てください。いやすげえ綺麗。バランバランですよ。で意外とこう見たことあるようで、ここまでバラすのってなかなかね、いやここまで見ないじゃないですか。だってここまでする。だってこれ ドアの内張りのあんま見ないとこっすよ、はい、すごいですねここまでやるの。今回やりきると。おお。もう職人がね気合入ってるんですよ今回ね。なんか気合の入り方違いますよ、はい、なんかちょっとした細かい傷でも全部
全部やってますから、ね、妥協はしませんと。すごいなこれ。そういえば、はい、こちらで働いている従業員の方をご紹介してなかったんですけど、はい、ああぜひぜひ紹介してくださいよ、はい、お、こんにちは。あー、こんにちは。すごいですね、エースですねもうね。これ今何されてるんですか。あ、磨きます。あ、磨いてる、磨いてる。いや、めっちゃ綺麗ですもん、はい、だって。というわけで、見る見る、職人の宮川さんです。よろしくお願いします。なんか GC8 塗ってもらえるって伺ったんですけど。あ、はい、塗ります。おぜひ。いや、楽しみです、ね、すみません、よろしくお願いいたします、ね、お願いします。ベンツ、しかもこれ S クラスじゃないですか。でかいですね、確かに。ね、大きいですよね。うわー、めっちゃこれ動画で伝わりますかね。すげー綺麗なんですよね。綺麗ですよね、はい、さらにピカピカになるんですよ。じゃあ板金、塗装、ボディーコーティング、はい、で、e スポーツスタジオ、はい、全部できるじゃないですか、はい、ちなみに僕はあの勝手にお邪魔して昔前ボディ磨いてましたし。せこい男っすよね。自分の車やってるだけですからね。え、お客さんの、だって覚えてちゃんとお客さんのやるんだったらいいですけど。いや、でもやっぱりほら動画の企画やらせてもらってるじゃないですか、ね、ちょっとやっぱりこう知っておかないと。あ、なるほどね。っていうことを言い訳にして自分の車をやっていくと。バレましたね、はい、全塗装のね、はいはい、ブースもちょっと見てもらえればなと思います。でもなんか俺ちょっとちらっとあそこになんか赤い G で B が見えるんですけど、なんかあの映画で見たことあるなみたいな、はい、ベイビードライバー。そうっすよね。もともとはね A ラインなんですよ。そうっすよね、はい、で確かに高級仕様ですよ、はい、A ラインは。あのA ラインっていうとオートマ仕様、 GRB、GV からオートマになっちゃってるはずなんですけど、この GDB のこの頃の A ラインってマニュアルなんですよ。で、マニュアルで豪華装備を充実させて、だからシートとかもちょっと違ったりとか高級感がある感じで。革が張ってありますね。そうなんです。あと、いろいろとなんかそういうオーディオとかが入れても全然こう高級感ある内装で仕上げてるのが、まあ、ランサーとかでいうと GSR とかあるじゃないですか、はい、高級車 あ、 ります、ね、あれと似たような感じで、だからいろいろなもの豪華装備がついてるのが A ラインというね。すいません、ちょっと語りすぎましたね。ひろきさん気づきました？ここにあるっていうことは、もともと A ラインの色ってあの、まあ、シルバー。そう、シルバーだよね、色だと思うんですけど、うんうんうん、こちらの車ここでこの色にオールペンしたの、はい、すごいっすね。めっちゃ綺麗じゃないですか。うわー、すごい、ちゃんと中まで塗ってある、ね、状態もね、なんかエンジンルーム綺麗ですよね。めっちゃ綺麗ですね、はい、これね、すごい。へえ、めちゃよく塗れてますね、この赤い色で綺麗に。ひろきさんから見ても、うん、え、全然綺麗じゃないですか。なんかちゃんと確かに、あの板金でうまくこう塗り切れてないとこう波打ってたりするのか、こうやってみると分かったりするじゃないですか、はいはいはい、なんか表面でちゃんとしっかり出てるんで。ないですよね。すごい綺麗ですよ。いいですね。誰も A ラインって気づかないですよね、赤色になってると。ホイールの色で気づく人がいるかどうかって感じじゃないですか。あ、確かに確かに、ホイールで気づく人がいるかもしれないですね、はい、まあ、さらにね、ベイビードライバーっぽくなるらしいですよ。確かに、はい、FR にするんですか。もしかしたらなるかもしれない。あ、そういうことですか、はい。じゃあ次はなんか気になってたらあそこ行ってみましょうよ。ブース行きましょうよ、ブース、はい、じゃあちょっとブースへ行ってきます。お、やってまいりました。あ、この匂い、塗装って感じ。あ、しかももう準備してあるじゃないですか。塗料の匂いがします、はい、お、有機溶剤の匂いがすごいじゃないですか。お、めっちゃ綺麗に直してるし、へー、すごいっすね。ちゃんとだから塗装ブースで全塗するときってここなんですもんね。ここです。すごい、このちゃんと全塗装ブースがあるっていうのもすごいっすよね。はい、しかもこれめちゃくちゃなんかちゃんとしてません？あの全部四方八方に簡易的なブースじゃなくてしっかりこう建物の中にあるって感じですよね、はい、がっつり塗れます。すげえな。もう準備してあるじゃないですか、フェンダー、両フェンダーすでに。いや、多分今日のためにこれ置いてくれたんじゃないかと思っちゃいますよね。すいません、ありがとうございます。そうですね、はい、すげえ。これは出来上がりが楽しみじゃないですか。でもなんか自分の車だったらちょっと時間かかってもいいからやってみたくなるもん、うん、磨くところこうまず面を出してからみたいな。1台なんか買いに行きます？コルトラリアート。あ、コルト買います。コルト、すごいこうなんかボロボロのコルト買ってきて綺麗に直すっていう、なんかやあるじゃないですか、海外とかで。あります、あります。ボロボロの車買ってきて自分たちでこう直して綺麗にする、全部パーツ取ってきて直すみたいな。ありますね。それやってみたいですね。だ、全部できるわけじゃないですか、ブレスがあれば。リゴス、そこで板金して塗装して、はい、でパーツ組み付けるのは今度はヘッドでやって、はい、だ、一通りその流れが作れるってことですもんね。そうです。
いや、いいっすね、これね。やりましょうよ。ひろきさんがやりたくなった。あ、そう、俺がやりたいだけだけど、はい、でもそういうのやると面白いから。一時一緒企画でやりましょうか。やりましょう。はい、ちょっと、じゃあ、いろいろ相談してみて。予算ください。お願いします。お願いします。はい、というわけでね。でもひろきさん、やっぱりブレスといえば、でもやっぱり e スポーツスタジオを押していきたいっていう。そうですよね、なんか。お話もいただいてて、見てください、ロゴに。ブレスのロゴにだって。コントローラーが。行ってみますか、上の方に。ここは事務所ですよね。そう、ここ事務所です。綺麗ですね。お、すごい。じゃあ上に行きましょう。じゃあちょっと言っていた e スポーツスタジオ。はい。でも e スポーツスタジオで逆にそのなんか大事なことって何なんですか。いや、山中さんのもうそこは。いや、まず集中できる環境であるかっていうところがすごく大事だと思うんですけど。世界チャンピオン言うこと違いますよ。集中できる環境ですって。見てくださいよ。見てください。わ、すごいすごい。ちなみに最大8台置ける。まあ、今はね、現状ね、貸し出しもしてるんですよ。あ、そうなんだ。はい。なので、今は2台貸し出ししてるんで、今6台全部あります。あ、音響とかも、なんかライトとかも全部あるんですね。あ、ここって、お立ち台もあるじゃないですか、はいはいはい、配信ができる設備も整ってるわけですよ。あ、なるほど、はい、いや、すごいっすね、はい、でね、なんで集中できる環境がって言ったかっていうと、普通のライトって明るいとやっぱり目にこうダメージがいくっていうか、はい、あ、集中力的には気になっちゃうんですよ、はいはい、だから程よい暗さにしといてこっちに集中できるようにっていう、そうすると何が起きたかっていうとおしゃれになったっていう。めっちゃなんか間接照明感がすごい。そう、副産物としておしゃれになったっていうのがあるんですよ。確かに、はい、ブリッドの振り分けですよ。超贅沢じゃないですか。超贅沢ですよ。これ本物ですもんね。本物ですよ。すげえ、はい、ね、車の話おなじみのブリッドさんですけど、実際にじゃあこれ座ってできるってことですもんね。座ってできるんです。うわー、すげえな、贅沢、めっちゃ贅沢っすよ。だってゲーミングモニターもついてますし、まあ、あとはね、まあ、プレステなりパソコンなり何でもいいんですけど、もうあとはね、好きなソフトを遊べると、いや、すごいすごい、いうことでいいっすね。だ、同時対戦もできるってことですよね。もちろんです、ね、はい。なんかやります、ヤマドゥファンに向けて。ヤマドゥさんに勝ったらヤマドゥの普段乗りの車1台プレゼントという企画でどうでしょう。じゃあゴルフでも。ゴルフ、あ、違う、 S2000 じゃないです。 S2000 普段乗りじゃない。でも負けないじゃないですか、世界チャンピオン。負けない負けない、ほら、はい、だから大丈夫、やりましょう。もしものためにゴルフ行く、ね、なんで逃げるんですか。世界チャンピオンさんは負けるわけじゃないですよ。ぜひね、ここで、はい、そのヤマドゥの S2000 をかけて、ヤマドゥに勝ったらその場で S2000 をこうもらえるっていう企画やってみましょう、はいはい、これを俗に言うパワハラと言います。同い年だからここにパワーバランス関係ない。いや、2日だけ先輩です、ね、あ、そういうことだ。あ、2日だけね、はい、確かに2日だけ先輩、はい、こちらのまあスタジオはまあ過去にもさまざまな YouTube の企画で使っていただいたことがあるということなんですけど、さまざまな方が今までいらっしゃったことがありまして、うんうんうん、実は、ね、控え室まであるんですよ。すごいじゃないですか。どうぞ。おーおーおお、なんか控え室っていうよりかはもう完全に部屋っすね。もうビップルームですよ。くつろぎルームっすね。座ってくださいよ、寝れますよここで。ヒロキさん、やばいな。いや、まあ俺ここで寝てくださいとか言われたらマジで本当にここ住みますから、ね、はい。ヒロキさん今日朝4時起きだそうです。そうですよ、朝4時に起きてね、はい、神戸から新幹線に乗り来たんで、ちょっと気を抜くと一瞬で落ちますから、はい、いや、でもすごいっすね、なんかこれが控え室か。はい、というわけで今回はですね、はい、ブレスさん、まあ、板金ブースもしっかり初めて見た e スポーツスタジオ、いや、どうでした？なんか想像以上に設備が充実してる。驚きましたもん、なんかそのいろいろ裏に行ったらね、ちゃんとそこで要は e スポーツ以外にも、はい、要は音楽の配信、ライブ配信とか何でもできるじゃないですか。あれ見ててすごいなと思って、だからぜひね、何かで使ってみたいですよ。はい、僕はあそこで乃木坂の人ライブを見るのありかなってさっきちょろっと思いました。まあ、僕はそういうアイドル系には参加しないですけど、ヤマドゥさんがそこでドゥフフしてるのはちょっと見てて面白そうな。あの、なんかペンライトとか振ってる人いるかもしれないですけど、ね、自分じゃなくて。僕ペンライト持ってないんで大丈夫。ああ、そうですか、はい、行ったことないんでライブね。まあでも、はい、いいですよね、こういう施設があるっていうのは。だからいろいろなんか使い方もあるんで、まあ、自分たちも率先して使ってみて、なんかこういう使い方があるんですよっていうのを伝えていけたらね、いいかなとは思うので、はいはい、ぜひぜひ。はい、というわけでね、今回はブレスさんの e スポーツスタジオと板金ブースをご紹介させていただきました。最後にひろきさん、はい、
迫ってきましたよ、WRC ジャパン。いやもうドキドキするもん、なんかすごいドキドキして、あの本当にクラウドファンディングやったじゃないですか、はい、本当に初めガチで集まらないと思って、ちょっと噛みましたけど集まらないと思ってて、本当1日2日でちゃんとこう達成できたっていうのは本当あの皆さんありがとうございます。まあでもまだ最後まで最終ステージまでやっぱ自分たちはその応援してくれてる人たちの気持ちを背負わないといけないので、まあしっかり最後まで走り切っていい報告ができるように頑張りたいと思います、はい、僕もね見に行きますから、はい、お待ちしております。優勝してください。まあ優勝はねマストだって言われてるんで、あの本国のフランスからも、はい、送るから車送るからお前絶対勝てよみたいなプレッシャーかけられてる、まあ、そこは頑張ります、はい、というわけで皆さん、ひろきさんの応援もぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで今日の動画はこの辺にしたいと思います。さよなら、バイバイ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。